特進してくる。よくとる。
した御仁だね。Thank you.
一、上杉が呼んでおるわ。行くぞ最下衆、最後の大仕事行くぜ。開門。敵に情け無用、情けこそ金継ぎの気するところぞ。どんどん来るがいい。我らは数に屈さぬ。私は最下衆を撃つ。平島政宗を止めてくれ。勝利。その戦いぶりは敵である徳川家康をもうならせた。しかし関ヶ原で西軍本隊は敗北。兼続は上杉家の存続のため江戸城へ弁明に向かった。関ヶ原直前、慶がしたためた直江城だ。さて、これほど家康公の罪を責めた者が今さら何を弁明しようというのか。我ら上杉はこの戦いで世に気概を示しました。気概があれば圧倒的な物量差にもめげず、強き者に向かって立ち向かえることを示したのです。物量だけが、力のみが天下を決するならば、家康殿が勝ち取った天下も乱世の続きに過ぎませぬ。真の太平のためには、そこに道を示さねばならぬのです。抜け抜けと、我らこそがその道を示したのですぞ。なるほど、大気と勇気は天下に通じると、秀吉殿が褒めていただけのことはある。お主のようなものがある限り、この太平は続くだろう。